おはようございます。宗一です。山形です。おはようございます。お久しぶりです。ザ・クラシックゴルフクラブに来ております。はい。はい、今日は2年でベスト68を出した山形くんに来てもらって、まあ元々一人予約で知り合ったんですけど、うんうん、2人でちょっとトヨタカップっていう試合に出ることが決まったの で今日は連覧に来てます。なんですけど、僕がちょっと山形くんに勉強させてもらおうと思って、2年で68ベストが出せるのはどういったちょっとコツで、まあ、ラウンドをしてるのかっていうところを、まあ今日は迫っていきたいと思いますので、うんうん、リベンジせんとね、うん、まあ一生いっぱいやけんね。はい。ね、あ、そうかそうか。トヨタカップってバックティーから回って、だいたいカットラインが77とかやけん。毎年、うん、でそこに2人でちょっと挑んで、うんうん、対決企画ということで、うん、よろしくお願いします。もう破産寸前です。アマゾンギフト券俺配りまくっとる。対戦ってことは今日もアマゾンギフト券やろ。うん、俺破産するよマジで。ちゃんといっぱい広告流してください。はい、じゃあそんな感じでいきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ね、ステルス2になってない？はい、なっとるやん。変わっとる。ステルス2なっとるやん。昨日買いました。ピッカピカやん。あ、昨日。はい、マジ。普通のストレス、ストレスマックス。ストレス。ステル。ステルス。ステルスマックス。ステルス2ですね。普通の。元々はステルスでした。普通の。でレフティープラスがないんでこれにして。うんうん、まあまだ分かんないですね。今日初めてラウンドなんで。最新のやつ。そうっす。やっぱテイラーが一番いいですね。うん、かっこいい。全部テイラー。はい。じゃあここはパー4、クイーンコースかな。クイーンよね、うん、なんか今キングが改装中ってことで、クイーンとプリンスになったそうです。なんで、今日は前半はクイーンから回りたいと思います。パー4のまあ、真っすぐちょっと右にグリーンがあるかなっていう感じのコースです。うん、トヨタカップっていつある？トヨタカップは3月8日です。3月8日、はい、あと2週間ぐらいか。77以内で回らないかね。そしたら、ね、今日も380ヤードパー4です。はい、よろしくお願いします。お願いします。K、 跳ねた跳ねた跳ねた。あっち側大丈夫大丈夫。どうすか、打感は？打感めっちゃいいっす。いい。前よりなんかスイートスポットが広がったらしくて、うん、芯が広い。そうです。今の腕もめっちゃ変な。じゃあお願いします。しゃす。低いの打とうと思った。まあでもいいんじゃない？いい感じ。よくないやろ。1、2ってやるやつ。コメント欄で俺が最近叩きよるけん心配しよるけん。あんま心配かけんように。うん、このコースはどんな感じでそのティーショットは意識してる？そうですね。本当は右からフェードで攻めたいんですけど、ああ、まあ、フェアウェイ広いんで大体フェアウェイキープが必須じゃないですかね。多分。なるほどね。過ぎてもあのピンが今日右なんで、なあ、ちょっと難しいかな。なるほど。ここでもまだ2回目なんで、まあ右はちょっと消して。はい、そうですね。右だけはいかんように。まあラフ行っても、はい、まあ一ホール目やけんっていう感じでね。前回来た時はどんな感じだった？前回82でした。ああ82。連覧、はい、連覧。あら、ダメです。それじゃあ落ちますね。多分エッジから10ヤードちょっと、うん、172のアゲンスト。右からフォローっぽくない？うん、フォローっぽい。やべえ、飛びそう。ちょ、雷角調整してから初やけど、ね、うん、顔が変わったんやけど。構えた時、違う。全然違え。何番それ？7。やばい、抜けめっちゃいい。いきます、7番で、はい、センター狙うね。もう予選やけど、フォローめっちゃ強かったね。飛んだ飛んだ。でもなんか抜けは良かったね。うん、めっちゃ近して。ああ、あった。ああ、あった。はい、ありました。マジ跳ねとるやん。結果大使やばい。抜けがむちゃくちゃいい。抜けやばいね。音が良かった。シャッて。なんか変えたんすか？雷角変えて。お、雷角動画見てください。お、やっぱやっぱ雷角いいんすかね。むちゃくちゃいい。自分もなんかいじりたいけど。それ何持ったん？これ何それ？一
聴者さんに言われて、はい、やっぱ YouTuber はそのアマチュアゴルファーのお手本じゃないといけんってことで買わせていただきました。可愛くない？マイメツチ袋。マイメツチ袋。はい。63ヤード52度です。はい。かスピンですかね、今ちょっと右行ったけど、乗ったかこぼれたかです。おー、泣いた。今日風強いわ。うん、いいサングラスしてる。これです。これアイボルです。これね、前使いよったアイボルのやつは折れてケツでさ、うん、ハートのこう椅子にポンと置いてあってブチって踏んで、うん、折れたけ。こっから真っ二つに折れて。めっちゃいいや。いや、これね、マジでグリーンの芝目とかもめっちゃ鮮明に見える。あ、めちゃくちゃゴルフのメーカーが。そうゴルフってかな、なんかそうなんやろね、うん、多分ゴルフのメーカーじゃないけど、ゴルフ用に多分作っとんじゃない、はい、案件お持ちします。いいね、確かに。お願いします。最近増えてきたもんね、案件。確かに、確かに。はい、はい、うわー、うまいな、やっぱ10ヤードちょっとです。はい、58です。はい、これもライカー変わっと全然構えたら違う。58。うん、めっちゃ違う、ライカーで。パッて置いても開く。あ、ね。うん、めっちゃ開く。おー、うまっ。うわー、いくね。ちょっと入り方が変わった。うん、マジでライカ変えてから初ラウンドやけね。初ラウンドやけ。え、マジで全ての抜けがいい気がする。てか、嘘やんって思いよったやん、俺も。うん、全然違うわ。全然違う、全然違う。でも 0.5 ぐらいしか変えてないよね、多分。ね、これはね、いや、これ結構アップライトになっとったけん、うん、結構変えたと思う。うん、77ってことは5オーバーまでか。切りそう。激スラ。うん、今日ちょっと重いっちゃうね。うん、この間年末翔吾さんと回ってん。うんうん、激速やったけど。そうやね、イメージ。パワット、パワット。おー、ナイスパー。セーブ。ナイスパー。ありがとうございます。しっかりパー拾ってきたね。うん、花道なんで全然。花道だった。はい、あー、ここね。まあ今日多分風が強いけんさ、うん、パーオン率ね、下がるよね、だいぶ。アプローチがうまいね、やっぱ。アプローチやね、うん、これも花道狙ったんやけど、なんか流されてる。うん、バンカーに刺さりよって前まで、ショットが、うん、刺さりよったろ。それがないよ。58の50ヤードとか、うん、いい可能性はある。うん、芯外して。うん、芯外して。あー、見てますね。ミヨン先生の、はい、ミヨン先生シリーズ面白いよね。面白いですね。めちゃくちゃバズってんけど、最近さ、あのエンジョイの前通ったりしたら、うん、ちょっと覗きに行くけど、うん、もう体験レッスンが朝から晩まで入っとって、うん、ミヨンちゃんの顔がしんどった。あ、忙しくない。忙しくて。でもいろいろその経験できますって言って、うんうん、よかったですって言うと、うん、やっぱすごい、すごいな。ポジティブです。僕も昨日、うん、あのストレス痛快行った時に、うんうん、ゴルフショップで話しかけられました。あ、マジで、ゴルフショップで。はい、YouTube 出てましたよねって。店員さんに。いや、あの普通のお客さんでした。へえー。俺もこの間ね、うん、セブンのトイレ、うん、まあ、台をしよったんやけど、うん、で出てきた瞬間、うん、あ、いつも見てますって言われて、めっちゃ恥ずかしかった。なんだこれ。めっちゃ恥ずかしかった。あ、はいっつってでこう握手してくださいって台した後に。さあ、ここはここも多分まっすぐだと思う。まっすぐ、うん、フォローなんで。ナイスショー。完璧。ナイスショー。ます。完璧。ます。スピン量が全然違います。前のなんか結構良くない？棒玉みたいな。うん。シャフトは変えてないもんね。シャフトは一緒です。
音はでも一緒やね。本当ですか。なんか自分で聞くのはなんかちょっと高く聞こえます。ああ確かにキュイーンって感じはある、はいはい、確かなんかシム2に似そう。あ、そうね、うん、スイング改造中やけど、うん、大丈夫やね。はい、大丈夫、大丈夫そう。むっちゃ飛んどるなんか、うん、やばい今の体が硬い。めちゃくちゃ飛んどるね。ミオン先生のさ、はい、ミオン先生のこの1、2ってやつ、あれ難しいっちゃうね。そろそろ成果出そうじゃないですか。まあ確かに、うん、練習場とかだよね、いい感じやもん、うんうん、やっぱ来角でこんだけ違うんやったら、うん、これ56度らしいんよ、ドライバー、はいはい、で俺ゴルフ5でさ、スリクソンの ZX5 の LS、うん、ロースピンのやつ、はいはいはい、しだしたらめちゃくちゃよくて、うん、それ見て 58.5 やったんライカで2度ちょっと違うけど、それがあったんかなと思って。ライカクはいいかも。俺背が低いけんやろね、多分170とかそこら辺の人は別にライカク調整せんでも合うちゃうね。ああしゃあね、うん、大人のクラブを小学生が使いよう感じになれちゃうね。いやいやわかんない、そこはあ、よかったですね。スイング改造中で。あ、スイング改造中の、はい、あフェードをさ、そうアイアンフェードにしようと思って変えたよね。まだもうちょっとだけど、だいぶちょっとフィニッシュとかだいぶ変わってる、はい、ストーリーで見よるよ。ありがとうございます、うん、ドライバーはそのままで、はい、ドライバーはそのままがいいんですけど、やっぱちょっと変わってきてて、うん、それをまた維持しないといけないんで、うん、あドライバーはもともとフェードなんで、うん、これスリクソン可愛くない。はいね、マイバックこれゴルフ場のやん。メッセージ可愛くない。あ、これも案件くれない。でまあお願いしね、来る分は嬉しいけどね、お願いしたい。案件お待ちしております。あんまがめつい YouTuber だったらいかん。いやでもこれこういうのもちゃんと映した方がいい、まあ、確かに、まあ、アマチュアのお手本。134ヤードフォローピッチングで、はい、いい入り。おいいフェード、フェードしようね。ナイスナイス、めちゃくちゃうまいやん。ほんとフェードになったね、はい、すげえ勝てんやん。やばいね、いい入り、マジで抜けも全然違うね、シャーンって、うん、確かにマックルバックの綺麗な音がしたね。うわすげえ、やばいね、いいフェードやったらマジで、うん、ほんで俺のどこまで行ったの、あんま行ってないかな実際は。あった、ちょっとなんかね引っ掛けたね、はい、80ヤード、うん、右から風ね。いや全然違う。おお、じゃあいきます。はい、ちょっとでかいけど、でかい、まあいいね、うん、強い。ちょっとさ、前目土袋慣れてないけどスコップがないっちゃう。なんかけばばみたいな。天よりマシや。まあいつもしおるやん。俺らしおるけど、やっぱカットをさ、そこのカット使わんだけでさ、そうそうそう、すぐ使わんやったらコメント欄来るもんね。目土しなさい。目土ね、まあ、ターフとかね、別にアピールする必要はないと思うけど。まあそうね。ね、まあでもお手本になるんやったら映していったらいい、まあ。やってます。でもさ、それやりよう動画もあるやん。全部そのカット使いよったら大事なところが使えんくなるんや。確かに確かに。30分動画とか25分動画って決めとおけ。うん、あと目土動画になるやん。目土特集作る。目土特集作るじゃん。いいねそれもそれ。ナイス。ありがとうございます。フォローで止まらない。ね。うん。ちょっとだけ前に。あれピッチング？ピッチングです。バーディーパットです。はい、おー来た、おーい、ナイスバーディー、ナイス、戻した。はい、ありがとうございます。パターはやっぱ調子悪くてもね、うん、いいよね。クラシック的パターエグかったよね、年末ショウゴさんと回ったやつね。あー、そうやったね、うん、バーディーパット、はい、おう、やっぱスパナイス、ダフグッズ
もっと派手マジちょっと長くしたんですよ。あ、長くしちゃった、はい、なんでなんかちょっと短かったらもうギリギリになっちゃって、こっちの方がで、こうかがんでこうなんで、ちょっと長くしたらちょうどこう、あれがアドレスを変えたい、ね、そうです。結構長くしたら重く感じん、ヘッド。俺なんかいろいろ試したけど、ちょっと長くしただけでヘッドが重く感じるんよ。そこまでないじゃん。あ、ほんと？変わらない。なんかボールを飛ばしすぎるイメージ。あー、それはあります。ある。転がりがめっちゃ良くない。あー、なんかインパクトが強くなる感じがするからね、長くしたら。まあ、入った後やけん、なんぼでもいい。なんぼでも言える。よう喋るなって。ここは、はい、ロングで左がアウト。うん、もう206、70打ったら入っていくね。引っ掛けんようにだけ気をつけて、うん、そしたら右の林の方行くじゃんね、うん、右からの風やけんちょっと右目に打ちたい、はい、しっかりフェードが出せればね。ショー、あのコースやったら大丈夫と思う。微妙？結構こっちからの風やけど、うん、今日捕まるね。おー、ナイスショー。ナイス。ここ打ちづらいやろ。打ちづらいね。この木が。ナイスショー。ナイスショー。265割です。気が気になるんで、40で。はい。よいしょ。あ、右から風がすごい。大丈夫そうや。7番で、はい、残りじゃあ100残す。7番で、はい、残り240ぐらいで、うん、うわ、変なライフ。出すったー。うん、180ぐらい残った。うん、やっちまったー。220、3番やで。はい、ちゃ綺麗に当たるよな。うん、めちゃくちゃ刺さらん。音がめちゃくちゃいい。いいね。パシャ。来角を合わせただけでこんなに違うと。うん。99ヤードで。はい。52で。52で。フェードはかなりフェードっす。まっすぐみたいな感じです。はい。お、いい感じ。お、ナイス。またそうバンカー、うん、またバンカーです、はい、15ヤード、58ヤード、うん、はい、またそう、さっき飛びすぎた、うん、うまい。うわー、スピン入らん。ちょっと深く入れすぎ、おー、深く入れてしまった、うん、バーディーパットです。ありがとう。ナイスタッチ。パーパット、はい、はい、パーオンできんね。うまい。きた、うわうわうわ、欲しい。それ入りそうになるの怖。一緒回りたいですね、予選。ね、予選一応一緒の組とかやったらおもろいね、はい、うん、何人ぐらい出るの？130人、130人、120人とか出るの、
はい。エスパー。セッボギー。完全にあの2段目のバンカーのダブリやん。うん。5番で。はい。うわーイボレ。ああ止まるねーボール。やばいバンカー入らない。ゴーゴー。うわバンカー。バンカー？これ球上げたらめちゃくちゃ風強いですね。これ今日むずいよ多分風強すぎて。やっぱねしのがないかんね。パー3本当クラシックはボギー出るもんね。5番アイアンで。はい。4番のが良さそうな気がするけど。おお。交換かな。全然届かないやん。うそ。全然届かん。5番やなかったね。4番やね。うん。ギリギリバンカーじゃない。バンカーのゴボだ。はい。わあいか。おお。珍しい。いやちょっとやっぱむずいよね。バンカーのがいいよね、はい、バンカーのが絶対なんかもうディポットみたいなとこあどうなんやろな、どう映っちゃう。5、8で、はい、多分30ヤードぐらい。登れ登れ、うわやめろ、登れ、うわなんか1打目あんな感じで落ちてきたっちゃう、ね、ここまで。これ止まっ…まあ止まった方がいいかまだ。桜はちょっとこれむずいよ。なんとかでも77キロ、うん、立てるこれ。じゃあこれ51で、はい、受け当権51で打つ、うん、うまい。おーおーよしミス、はいよし。やばい、雷角違うけん全然いい。いいやばい、スッていく。バンスがしっかり滑る。うんうん、お先です。よし転がってくれたらいい。うまっ。スピンストップ。やっぱ無理か。上から入れ、はい、いやー最高やったけどちょっとピンチ。ここに打ったのがダメだったんですね。あれを言いたい。はい。うわー強気。あー強気。ナイス。まあまあしゃあない。ここむず。頑張って乗せてパートロ、ね、うん、ここは400ちょっとあるかな、うん、の右ドッグ。300ぐらい打ったらまあ池があるっていう感じ、うん、池越えやね、セカンドは。行きます。ドライバーで引き上げ。うおぉ、完璧。正午式。これでいいんかな。翔吾さんはフェーダーはここは木が邪魔やけ、うんうん、そのああいうチョンって打つ、うん、でしかも上げ通しあれがいいですよって翔吾さん言うて、うん、低いところね、できましたね。よいしょー。うん、あーナイス。ほんとスピン量少ないね。スピン量なんか少ない。なんか見た目はね、
ほぼ変わらないです、うん、分からんけど、なんかここが、うん、前 4g だったんですけど、うんうん、今回 25g になって、重っ、全然違う、後ろにめっちゃ重量やって、へえ、球を上がりやすくして、でなんか後ろにやったらスイートスポットが広がるらしくて、へえ、ここにだって鉛とか貼っとる人いっぱいおるもん、うんうん、全然違うね、なんか、うん、逆にね、スピン量多いと持ってかれるもんね。そうそう、223あります。223手前、あれ崖になったの。そうです、あれ池です、ね、あ、池か。とりあえず池は越えたいみたいな感じで、え、むずい、上げなんでちょっと思って。これは5番ウッド、5番ウッド、はい、よいしょ。うわ、戻されよ、危ない、セーフ、落ちました。いや、止まった、うん、ギリギリ止まった。とりあえず池越えじゃないと、やばい、もう今日多分芝刈っとうやん、はいはいはい、もうツルツル、うん、全部受けと戻ってくる、手前ショットしたらさ、はいはい、もうすごい、あそこ芝が薄いけん下っていくっちゃん、池の、うん、吸い込まれるよ、赤貝が池よね、たまたま止まった。ちょうど向きも一緒、187ヤード、さっきのパー3と一緒の向きで、うんうん、アゲンスよね、うん、4番アイアンで。ちょっと左向いて。うん、いや、もうピン狙っていく。うん、あー、ちょっと起き上がったね。お、大丈夫、まあ、バンカー。でもこれトヨタカップの予選までになんとか修正していこう、うん、本当はこれ赤もう出たらダメなの。普通はダメですけど、大会とかだと赤とかワンペナは打てるなら打てる、打っていいみたいな、へえー、たまに大会とか、あ、なんかツアーとかで受けから打ってるの見ます、うん、あんな、あ、そういうことか。37ヤードで、はい、右足上がりなんで上に上がってあんま飛ばないんで、うん、お、いい、残り30ヤードです。はい、距離は良かったね、うん、あ、よく、シャンクなんか違うやっぱ、あ、なんかね、こうここでこうやらないけんって思っとうけん、あ、こう開いてしまう、だけどここはこうなんね、あ、そこがまだ体に染み付いてないか、5-1で、はい、いけ、やばい、あー、もうちょっと迷走しよるね抜けが良すぎてとかじゃないの。いや、違う、普通にダフっとるね、ちょ、ごめんね、もうアプローチイップスなりうんじゃない確かにおー、ナイスタッチ、ありがとうございます。パターは相変わらずいい、うん、この短い距離で3打で乗せた、おー、消えた、ナイスタッチ、うわっ、綺麗にあったね、綺麗に勝ったですね、しっかりタフを入れとかのとやるよ、はい、タフ、シャンクとかね、あれが出るよね、チャンネル初じゃない、うん、ミヤン先生の教えじゃないことは多分しとるんやろね、うん、俺たち予選通過できるのかおーでしょ、はい、やばいよ、YouTube ちょっとやめようか、一回お休みして、